こんにちは。ヤジコガールのサイケデリックパフォーマーのリクです。えー、お家で検索ワードということでですね。もう皆さん、もずっとお家おると思うんですよ、最近。まあもちろん外に出たらあかんっていうのもあって、まあ当然なんですけど、もう人ってあかんって言われたらやりたくなるっていうか、もう今めっちゃキャンプしたくて、もう外に出たい、外で。 泊まりたいってめちゃめちゃ思ってててめめちちゃゃ思最近東京に引っ越してきたんですけどだからこっちのキャンプ場とかまだ全然行けてなくてだからもうどこどこ湖キャンプ場とかあとはなんか友達とキャンプ行きたいなと思ってあの何人用4人用8人用テントとかもう今日も我慢できにくくてもうキャンプ行きたすぎて家の中でテント張ってみたんですけど。 <laughs> 全然キャンプじゃないこれは全くキャンプではなかったです、えー、ということで皆さん、えーまあ、気をつけつつ頑張っていきましょうありがとうございました